えっと,と思います、えー、と2種類あるんですけれども、まあ、基本的に同じ方向性でえっと答えられるかなと思うのでまず1つ目はえっと社会人から新しい職場に配属され、えー、覚えることが、まあ、業務ですよね覚える業務がたくさんあって、えー、っとかなり苦労してますと、えー、何かこう一気に脳を活性化させて。 高いパフォーマンスを発揮させるようなあのコツ方法みたいなないでしょうかというのがまず一つ目あとは学生から来ててですね、えー、と新年度になって、えー、と新しい教科書が一気に配られてあのなんかこれからまた1年 <laughs> 勉強も大変だなと何かこう、えー、楽しみながら学ぶ方法うん楽しみながらその成績を上げていく方法はないでしょうかというような質問ですね。これ 全く違う質問のように見えますけれども我々からしたらですねあの同じ方向性で捉えることができるんじゃないかなと特にトマベチ博士がその脳の機能ですよね機能能科学もしくはまあ認知科学もそうですけど IQ を高めるためのっていうその関連の本ってかなりの,あの数出されててトマベチ博士もそれを、うん、いろいろ研究して実践してきてるわけですよね。 でまさに天才能っていうのは誰でも持ってるとでそれを引き出す方法も結構いろんなやり方があるよということで本で紹介してくれてるんですけど自分自身も結構使わせていただいてます以前から。でまだまだ社会人,であった社会人の中であの会社に勤めてる頃もですね友橋博士の本を結構読み漁ってたんですけれども、まあ、使えるものは何でも <laughs> 使えということで脳の、えー、そうですね うん、クロックサイクルを上げるとかですねその経営はかなり利用させていただきましたもちろん世の中的にはメソッドはたくさん、うん、探せばいくらでもあるんですけどもまあ友内博士のやり方はかなりその抽象の高い理論からですねそれを、うん、自分のところに応用を利かせていくという意味では幅広く活用できるのでまさに、えー、っと学生からの質問とか生徒からの質問とか あのまあ、新社会人もしくは20代30代若い家の、えー、と社会人が、ね、新しい職場にみたいな時の,そのキャッチアップの仕方ですよねこれはですねまずはあの新しい学年に入ったりとか新しい教科書を配られても全体のゲシタルトが出来上がってないんですね概念の全体が分からないという状態。 これが不安,を不安感のこうととなっているの一つであるということをまず理解することですね。で新しい職場に転属されもしくは新しい職場に新入社員であれば新しい会社に入った時もそういう違和感ですね全体が分からないんです自分が置かれてるポジションも分からないし何をどういうふうにやっていけばいいか全体の概念が捉えられないと非常に不安なんですね。まずは全体像を抑えるるところから入る そのためには学校の勉強でいうと教科書を一気に、まあ、今分厚い教科書もあったりとかあのするのかもしれないですけれどもまず短期間に1週間2週間3週間できればゴールデンウィークぐらいまでにですね、えー、と一とり全部目を通しちゃうで全体こうなってるのかとまず目次を見るわけですね分かんないけど目次からまず入ってみて全体こんな感じかなと。 でえー、とパラ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 こう読んでいく速読っていうわけじゃないですけども一気に読む感じですね。で全体像をなんとなく理解した上で、えー、とその一つ一つの,あの項目書,書の中を入っていくっていう感じです、ね、できればそれを2回ぐらい3回ぐらい繰り返し全体像をあの読んだ上で興味のあるところをあのネットで今検索できますから深掘りしながら自分の興味を広げていくっていうことで。 学びは、あの、オントゥーに引っ掛けるってことですね。オントゥーの学びに仕掛けていくっていうことですね。自分に全く興味がないんだけれども、パラパラめくっていくと、ここはなんか面白そうだぞっていうのが見つかるんですよね。で、それを、あの、諦めずに探し続けるということです。また基本的なところ、あの、中学高校レベルでいうと、まあ、大学もそうでしょうけど、あの、まさにリベラルアーツなんで。 えー、基本的なところですねあの基礎の基礎の部分で決められているところっていうのは、まあ、あの好きとか嫌いとかではなく一旦学んでみるってことで,であれば一気にそのゲシュタルトを作っていく全体像の概念を自分の中に取り込むそのためには教科書を一気読みするっていうことをうん何度も繰り返しやってみるっていうことですねで興味のあるところを、えー、深掘りしながらその興味の範囲を広げていくと。 で新しい職場に行った場合も全く同じです教科書はないんだけれども全体ののの業務がどうううななっていいるるるるかをべく早く早理解するようにするんですよにでね、えー。もちろん言われたところの仕事指示されたところの仕事を徹底的に完璧にやりつつも分かんなければすぐ聞きに行くっていうことですねコミュニケーションを細かく細かく。 上司からの指示だと思うんですしっかりとコミュニケーションを取っていきつつ全体像を抑えて、えー、最終的なゴールですねその業務として指示された作業が一体何を期待されているのかそのゴールイメージ仕事を指示してくる上司もしくは、えー、っとお客様の場合もあるかもしれませんけれどもそのゴールイメージを共有しつつそれが本当に合っているのかどうかをきめ細かく。 コミュニケーションををりりつつ全体像を作り上げていくっていくとうことですもちろん自分がいきなり全体を捉えるという仕事はないですけどもという場合も多々あると思うんですけどもそれでも全体を捉えた上で全体のうちのここだということが理解できることで前後はどういう仕事があるかとか最終的な全体像の最終形の中で自分はこの部分をやってるとかそういうのが分かるとあのこの理解が深まりますよね。 で逆に将来その仕事の領域がちょっとずれても全体像が見えているのであこのポイントだなと。ということは関係する他の部署との連携はこういうことが必要なんだねということが頭の中に入っていくるということですね、えーと。MBA とかを学ぶとですね大体業務のプロセスとかを基本的なところは学ぶことになるんですけれどもあの業務はどんどん標準化されてきてるんですね。でそういったもので とは言い,いつつも、会社独特のその業務の流れってのは当然あるわけですから、それは。あの教科書とか、本屋さんで調べただけでは、なかなか、わからない部分はありますけれども。全体像を学ぶという意味では、そういうネット上の情報も、かなり使える時代に入ってきていると思います。あの昔よりも、どんどん業務は標準化されてきているということは、もう間違いないので。標準化された一般的な、自分が関わっている、あの、なんだろうな、例えば。 バリューーチェーンという言葉があるんですけどね難しい言葉でバリューチェーンという中での,その自分が置かれているあのポジション業務の担当部署、えー、その前後関係はどうなっているのかも含めてですねそういう抑え方を標準的なモデルから抑えてみるで自分自身の自社の独特な業務の流れもその中で自分なりに把握していくと全体像が見えてくるってことでできれば会社に勤めているのであればその企業がどうやって売上利益を 上げてるのかで,で自分はどういうところにいるのかですね営業とかその契約を取りに行くところであれば売上げのポイント売上上げの,その瞬間とかそのプロセスが見えてくるし、えー、とバックオフィス系で言うとその例えば人事とか総務とか、えー、と経理とかそういうところで言うとあの 要は売り上げを作り出すところじゃないですよね。で,ではないんだけれども大切な業務というその全体社会,会社の中でのどういう役割機能を持っているかその部門が部門全体でどんな役割機能を持っているのかっていうのを把握していくっていうのもとても重要になってきます。で会社として、えー、外部とどのようにやり取りしているかですね。その物資を調達してメーカーである物資を調達して 製造してそれを販売していくっていうところですけれどもその調達する先ですよねあのそ,うそういったそのビジネスパートナー的なあの法人関係のやり取りで物を売っていく先が個人であるのか、えー、法人あの企業なのかっていうところにもあの分かれてきますが B t B2B と言ってみたり B2C と言ってみたりしますけどここはちょっと詳しい話は控えますが。あの 売り先はどこなのか、で,どこで収益を上げているのかっていうことをしっかりとあの抑えていくと面白いいとと思います。とにかくなるべく早い段階で今4月ですので新しい職場とか新しい環境に入っているのであれば1ヶ月以内ぐらいに、えー、なるべく全体像がわかるようにコミュニケーションをとってみるもしくは情報を収集して全体像を 頭の中に流しし込んででみみるるとを繰り返しやってみるとですね全体像が見えてくるそうすることによって自分が今置かれてるポジションが分かってくるもしくは学生であればこれから何を学んでいくのかっていうのがだんだん見えてきて、えー、と自分の興味の範囲がどこにあるのかっていうのは見,あの見出しやすくなるんじゃないかなと。でうまくやってみるといいと思います、まあ。クイック・ラーニングみたいな言い方もしますけどね圧倒的に短期間に情報を流し込むということをあのおすすめします。 えー、またこの辺の話はですね、えーまあ、YouTube というか、まあ、セミナーとか講座でやるような内容なんですけどもっと詳しく知りたい方はまた定期的にあのセミナー情報とかをチェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思いますそういうのもやってますんで、えー、ぜひ学びに来てください。かかさまでした